1938年の撮影カール・ミヒャイル・グーテンベルガーはナチス・ドイツの親衛隊の将軍。最終階級は親衛隊大将、警察大将及び武装親衛隊大将。クルップ工場の倉庫管理者の息子としてエッセンに生まれる。小学校卒業後、エッセンのクルップ上級実家学校とアルテネッセンの実家高等学校へ通う。 1921年から1年半銀行員としての研修を受けている。1923年に国家社会主義ドイツ労働者等に入党し、同時に突撃隊にも入隊する。ミュンヘン一期の失敗によって、ナチ党が禁止された後は、エッセンの事業会社の社員となっている。ナチ党再建後の1925年12月15日に再入党し、突撃隊にも、 再入隊している。また、エッセンの地区指導者となり1926年まで、勤め、エッセンを区学の演説者にもなる。また1928年から1929年まで、エッセンライン鉄鋼の財務官となる。1929年12月から1933年9月までに、エッセン、西デュッセルドルフ、ベーゼルの突撃隊連隊指導者を歴任している。 1932年11月24日にプロイン週議員に当選している。1933年7月31日の選挙では選挙区23区選出の国会議員となる。1934年5月1日に突撃隊第173旅団の指導者。1935年3月1日には突撃隊第73旅団の指導者。 1937年1月1日からは突撃隊。5月1日にデュースブルクの警察署長に就任。デュースブルクの防空指導者にもなる。1939年11月14日にエッセン警察署長に就任し、同時にエッセンの防空指導者に任じられた。1939年10月25日に突撃隊最高指導部に、 新英隊への転属願いを出し、1940年4月9日に突撃隊を離れる。6月1日に新英隊へ移籍し、新英隊上級地区、西の幕僚となる。1941年5月1日に新英隊上級地区、西指導者に就任し新衛隊及び、警察高級指導者代理にも任じられる。六月十九日には、西新衛隊及び、 警察高級指導者に就任する。1944年8月に来たリンブルフ州の公共保安委員となり、10月1日に第6軍管区の戦争捕虜責任者となる11月にはベアボルフの監察官に任命され、1945年3月25日には連合国軍に任命されたアヘン市長、フランツ・オッペンホフの暗殺に関与している。 1945年3月11日にデュッセルドルフを離れるが5月10日にイギリス軍によって逮捕される。1949年10月22日にハンブルクで英軍の裁判にかけられ、懲役12年の刑が言い渡される。1953年12月11日に釈放され、その後は卸売業者として働く。 1961年7月8日にエッセンで死去した。出店出店 AB ミラー、P494AB ミラー、P495 ハットミラー、P496AB ミラー、P497 ハットミラー、P492。ありがとうございます。